皆さんこんにちは、レクセニー講師の赤木です。この動画は司法試験または予備試験の受験を迎えている皆様に直前期の勉強等に関してメッセージ動画としてお送りするものです。皆さんの勉強時間を不当に削らないように2分ほどで簡潔にお話ししたいと思います。2点ありまして、1点目なんですけれども、残り時間極力基本テキストの見直しと間違えた問題のやり直し、これを通じて基本部分の弱点、これを克服努力をしてください。入門レベルの知識、これを想定いただくといいかと思いますが、ここは誰もが取れるべきところで、ここで落としてしまったのでは合格はおぼつきません。この基本部分に関してのあやふやな部分、自信がない部分、ここを最後まで減らしていきましょう。論文対策でいくならば、理由付けがダメだったとしても規範だけでも取る、そういったところで最後まで粘っていただけたらと思います。2点目、これは心技体のバランス、これを崩さないように心がけてほしいというところになります。技のところについては1点目でお話ししておりますので、ここから先は心と体に関するお話です。まず心、これは精神状態を指します。ここから先、とにかくプラス思考で追ってください。自分の最大の味方は自分です。自分自身でまだ大丈夫、いける、そういうふうにプラスに捉えて、マイナスに沈まないように、自分自身を励まし続けていただけたらというふうに思います。それからプラス思考するためにも、やはり息抜きというのはね、非常に意味を持ってくるかと思います。次に体のところになります。睡眠と食事、これが体を支えるものになるかと思います。この超直前期に睡眠時間削ったり、あるいは食事を削ったりというのは、力を出す上では有害でしかありません。睡眠をきっちりとり、食事をきっちりとった上で、その上で力を出すべき前提条件、これを整えていただければと思います。この動画をご覧になられた一人でも多くの方が合格をつかみ取られることを願ってやみません。